死。動くなよ。お前の背中は完全に取った。その背広に風穴を開ける前に聞きたいことが。お前とシェリーの関係だ。お前が仕掛けた発信機と盗聴器、前にあの女に仕掛けられたものとよく似ている。偶然とは言わせねえぜ。10秒くれてやる。答える気になったらそのイヤホンから左手を離して上に上げろ。イヤホン。うわぁ、当たりゃ万馬券だ。そうか、おっちゃん競馬をラジオで。見えた。毛利探偵事務所よ。10 9 8。車の屋根を早く。7 6 5 4 3 2 1。行け。外しちまったじゃねえか。どうやら彼は無関係のようね。やれ、ガキもろとも。はいよ。疑わしきは罰せよってやつですね、兄貴。待ってよ。確証もないのに警察と関わりの深い彼をやったりしたら。くどいぞ、ベルモット。兄貴。お前あの探偵と何かあるのか。あら、あったらどうなの。まあいい。こいつを仕掛けた奴は迂闊にも指紋を残しているようだ。奴をやった後で奴の周辺を探れば誰の仕業かわかるだろうからな。何。後ろ、8時の方向。あのビルだよ。バカな、700ヤードは離れません。破壊、周一。やっと会えたな、愛しい愛しい宿敵、恋人さん。FBI、 そういうことか。兄貴、ずらかるぞ。でも探偵とガキは。構うな、急げ。